私は今の誕生日も全部仮で作られてるものなので、もともとどこでちゃんと生まれていつ生まれたのか何もないにはできないですね。イラン出身のタレント、サヘル・ローズさん。彼女は4歳の時、孤児になりました。イラン・イラク戦争の最中、自宅が空襲に遭い、家族全員を失ったのです。孤児院での生活は辛いものだったといいます。誰かにやっぱりハグをされたいし、頭を撫でてもらいたい。施設はそういう場所がない。ベッドの上が自分の部屋なんですよ。自分だけの世界が欲しい。一人だけの人の、一人の人に愛されたい。そんなサヘルさんの願いを叶えた女性がいます。お母さんの作るスープ食べさせたい。美味しいんですよ。サヘルさんがお母さんと呼ぶフローラさん。幼稚園に見せるしましたという紙で、これが当時の私の。フローラさんはボランティアで訪問した孤児院でサヘルさんと出会い、養子として引き取ったのです。かわいいでしょ。 すいません、親ばかり。すいサヘルさんは施設ではモテなかったものを家庭で手に入れたといいます。夢というものが持てた。夢を語れる人ができたわけですよ。現在、日本で虐待や経済的事情などから実の親と暮らすことができず、児童養護施設など社会的養護制度の下で生活する子どもはおよそ4万人。その中から養子縁組されるのは年間400件程度、わずか1%にとどまっています。親と暮らせない子どもたちと積極的に交流しているサヘルさん。一人でも多くの子が家庭に入れることを願っています。働いてる人たちっていうのは、仕事だから僕たちを愛してくれてるだけって言うんですよ。仕事だから。それは私はすごく悲しくて、別にそう思ってるわけじゃないと思うんです、働いてらっしゃる方々も。でもそういう思いをさせてしまってるってことは、満足に与えられてない愛情ってたくさんあると思うんですよね。行政は職員の人手不足などを理由に、時間と手間がかかる養子縁組を取り持つことに積極的ではないと専門家は言います。子どもがの命が助かって施設に収容されれば、それでおしまいっていうのが現在の問題意識なんですよね。子どもはもう十分に頑張ってるから、子どもたちはこれ以上頑張るとは言いたくないし、あとは周りに気づいてもらいたい、この子たちの存在に知ること。別にお金とかが支援じゃないんです。皆さんよくって言うとすぐにお金って言うけど、お金は人の心までは潤わさない。子どもたちが求めたお金っていうよりも愛情なので、知って施設に行って、その状況を見てもらいたい。